名古屋市消防局特別消防隊は名古屋市消防局に設置されている地下鉄や超高層建物の災害や NBC 災害など特殊な災害や震災など大規模災害等の救助活動に対応する特別高度救助隊。愛称はハイパーレスキュー名古屋。また通称として特省とも呼ばれている名古屋市消防局は各消防署の 初救助隊とは別に1949年に本部直轄の救助部隊、局救助隊を設置しており、中華航空140便墜落事故の際には、クレーン車など特殊車両を投入し救助活動を展開し、カンバラサワ土石流災害には、東京消防庁消防救助機動部隊とともに、緊急消防援助隊として、フィリピン共和国地震災害や、マレーシアビル東海災害には、 国際消防救助隊として派遣され通常の救助隊では困難な現場で活動していた。2001年4月1日に各消防署の初救助隊を救助隊、本部直轄の局救助隊を特別消防隊と名称を改めた。平成18年に政令市に特別高度救助隊を設置することが法制化されたのに合わせて特別消防隊を 特別高度救助隊に位置づけ、市民から親しみのある部隊にするとの願いから、愛称は、ハイパーレスキュー名古屋とした。特別消防隊は、第1方面隊から第5方面隊まで5つの、部隊が設置され、それぞれ異なる災害への装備、任務が与えられている。特別高度救助隊の装備である、電磁波人命探査装置や、画像探査装置など様々な高度救助式材を、 積載する救助工作者とウォーターカッター、大型ブロワー車を保有する他大型のクレーン車や、屈折放水等車、消防艇、水難救助車、特殊災害対応自動車なども保有し、多重衝突事故や NBC 災害、水難救助、船舶、コンビナート火災、大規模震災と様々な災害現場での救助活動が可能。また、消防局航空隊との連携した、 消防ヘリコプターによる航空救助活動も想定。管轄は活動地域全体及び軽緯な災害以外には最低一体は出場し救出救助活動と活動統制にあたる。また、広域応援の用としての役割を担い国内の大規模災害時には緊急消防援助隊、海外の災害には国際消防救助隊として派遣される。近年では、 東北地方太平洋沖地震に伴う東日本大震災や御嶽山噴火災害などで活動している第二方面大局救助隊時代の実績含むありがとうございます。